どんぐり FM。 どうも、夏目くです。どうも、なるみです。いやいや、もう初夏終わりましたよ。うんうん。もう夏なの知ってます？もうね、6月ですからね。30度ですからね。いやー、それは夏だな。うん。夏といえば、お T シャツじゃないですか。はいはい。どんぐりFM T シャツ売ってんの知ってます？知ってます。鈴入れる売ってるんですけど、うん、今ね、それがめっちゃ安くなってんすよ。 T シャツが、すずりの T シャツ全品1000オフ。そうそう、すずりっていうサイト皆さん知ってますかね。ペパボがやってんのかな。へえ、あ、そうなんだ。ペパボがやってるすずりっていうサイトは、本当だ、なんだろう、オリジナルグッズを作ってそこでそのまま売れるっていうサービスなんですよね。好きなデザインをアップしておくと、そのデザインをもとに T シャツとか、あと、まあ、マグカップとかグラスとかトートバッグとか、いろんなアイテムにして、で、注文が入ると、そのすずりの中でも発送してくれるという、なんかオリジナルグッズを作りたい人にはすごい便利なサービスなんですけど、どんぐり FM T シャツもそこで売ってまして、で、まあでもね、すずりって僕ら在庫持たなくていいわけじゃないですか。うん。すずりの方で注文入るたびに、プリントして発送までやってくれるんで、なんだかんだ割高なんですよね。うん。すずりさんの方で結構コストかかるから。だから、どんぐり FM T シャツも、本来3000円ぐらいで鈴入りで売ってるんですけど、今それが1000円オフになってます。だから2000円で買えるんですよね。2100円かな。で、その1000円オフ分は鈴入さんが持ってくれるという感じですね。なので、この機会に買うとめちゃめちゃお得なんですよ。僕も買ったんですけど。いつまでですかね、これ。ね、6月8日月曜日なので、もうすぐなので、今週末にでも、お買い上げされるとちょうどいいんじゃないですかね。うんうん、夏前ですし。へぇ。普段はと3500円とかしちゃうんで、うん。これはめちゃめちゃチャンスだと思うんですよね。うんうん。で、実際この1週間ぐらいでめちゃめちゃ売れてまして、50枚ぐらいいってんのかな、全部で。へぇ、すごい。うん、すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。T シャツの他にもね、実はマグカップとかトートバッグとか、アクリルブロックっての売ってるんですよ。これはどういう並び？このラインナップですか？これはもう適当ですね。このアクリルブロックに至ってはもう使い道がわからないですからね。使い道わからねえな、これ。文鎮みたいなものだからね、これね。全品1000オフってすごいですね。で、T シャツが全品って感じですね。はい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 。夏だからこういうセールやってるのはね、トートバッグとかね、グラスとかはまあお値段据え置きなんですけど、T シャツだけ安くなってると。でもこれめちゃくちゃいい気がするな。すずりさんってすごいちょうどいいじゃないですか。なんかグッズ作りたい人からすると。そうそう、うん。で、けど、なんだろう、買ったことがない人たちはむちゃくちゃ多いと思うんですよね。すずり、まあまあ、有名なようで、知らない人は全く知らないサイトだと思うからね。うん。使ってみるといいですよね。しかもすずりって多分お客さんが出品者にもなり得るんで。うん。一回どこかでブーストかけた方がいいですよね。こうみんな使って、あ、便利だ、やってみようっていう。本当、誰でもできるからね、グッズ売るのが。うん、すごくおすすめ。これはいいよな。しかも T シャツがちょっと程よいんだよな、ちゃんと。そうっすね。うん。へえ、全品1000オフで、この T シャツ1枚売れたらいくら僕らに入ってくるかっていう取り分って決められるんですよね。へえ。その取り分ゼロにもできるし、めちゃめちゃ高くもできるんですけど。はいはい。まあ僕らはめちゃめちゃ安くしてるので。そうっすよね。まあ買いやすいお値段になってると思うんで。うんうん。ぜひぜひ。ビッグシルエット T シャツがいいっすよね。そう。ビッグシルエット T シャツ、なぜかすげえ高いのよ。元々のボディが。ビッグだからじゃないですか。うん。あとなんか素材もね、頑丈なんだって、ビッグシルエット T シャツ。まあビッグシルエットでペラペラだと困るからな。なのでビッグシルエット T シャツは5100円ところが今4100円だね。5000円で超えると高えなって気がするからね。うん。5000は高え。これも4000のうちに、てか僕これ買ったんですけどね、ビッグシルエット。僕も買いました。これいいよね。よい。まあわかんない。まだ来てないからも。うん。っていう風に、実は、オリジナルグッズが売ってますという。喋ってなかったなと思って、これ。裏どんぐりという、リスナーさんコミュニティがありまして。うん。その中ではね、今年の1月からもうすでにこの T シャツっていうのは限定販売していたわけですけど、夏なので、一般公開という感じですね。裏どんぐりで、買った、配った、販売した、T シャツとは質が違うんすか？ああ、ボディが違うと思う、多分。そうっすよね。うん。こっちはすずりさん仕様のボディだから、
デザインは一緒だけど、うんうん、素材が若干違うんじゃないかな。そうですよね。僕も今日今ドングレヘムの T シャツ着てますけど、チョコレートじゃんそれでもこれ外出かけなくなるとさ、俺ほとんど毎日ドングリ T シャツ着てんだよね。まあ今日も着てんだけど。それアップルじゃんえ、これラインナップ僕もいじりたい。僕もいじりたいラインナップ。後で ID パスワード渡しとくんで、ラインナップ追加しといていいっすよ。やった。僕自分が欲しいのがあるからな。あ、そうなの？いくつか。あのね、雑貨とか文房具とか、スマホケースとかもね、いろいろあるから。うんうん。追加しといてください。そうっすよね。僕これもしかしたらあるかなと思って、すずり .jp じゃないですか。うん。スラッシュ、件数って打ったら、あるかなと思ったらあった。ロケスタ君みたいなやつが。そう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 。いるよね、絶対ね。うん。そういうのあるよね。スラッシュ何々打ったらいそうな人ランキング。うん。ケンスさんとか絶対同じにしてるから。941もありましたよ。あ、ありそう。ちなみに、ナツメグもあるんですよ。そういうの取る人は取るよな。で、ナツメグは、全然知らない人がやってます。あ、そうなんだ。取られてた。941取れるってすげえな。一番最初の方にやったんだろうな。やっぱあの、941、の数字の人はいろんなサービス出るとすぐまず取るんじゃないですか。はいはい。まあケンスーさんもそうだと思うけどね。うんうん。なるほどね。ぜひ興味ある方は、あと2日3日だけめちゃめちゃ安いので、ぜひこの機会に T シャツってね、何枚あっても困らないですからね。確かに確かに。ぜひ皆さん買ってみてください。はい。スズリって GMO ペパボさんがやってるんですね。そうそう。知らなかった。ペパボって結構さ、こういうものづくり系サービスがあるよね。あのミンネとかさ、あの手作りのアイテムを売れるみたいなやつ。はいはい。あれ結構 CM しててユーザーさんすごい多いみたいだよね。へー、知らなかった。なんかペパボさんはこう個人の作り手に優しいイメージがあるな。うん、そうだね。クリエイターのためのサービスを作ってる会社っていう感じだよね。わあ、今リンク見たらフリーナンスも GMO さんなんだ。あれ、買収された？もともとフリーナンスって言って、何それ？なんかあのフリーランスのいろんな制度で、1個が請求書あったら翌々月払いとかじゃないですか。はいはい。そういうのを速攻で振り込んで、手数料 3% 払うから速攻で今くれるよとか。はい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 。あとは保険、うん、仕事中になんか事故とかあった場合保証するよとか。あ、じゃあこれあれか、例えば僕がどっかの原稿料の請求書を送ったとすんじゃん。振り込むのは2ヶ月後だけど、その請求書をこのフリーナンスさんの方に送ると、手数料 3% かかるけど、先に翌日も振り込まれちゃうと。そうです。すぐ現金欲しい人は使うんだ。そう。まあいいっすよね。まあまあいいね。うん。なんで翌月払いとかもうひどすぎるよな。確かにね。うん。そうそう、こういうのやってるっすよ。なんか、GMO さんは、GMO ペパボさんは、個人のこういうところに優しいイメージがありますね。ペパモってあれだよね、家入さんが作った会社だよね、そういえばね。そうそう、家入さんが買収されたんですよね。もともとドメイン作ってて、レンタルサーバーとかの。ですです。 GMO クリエイターズワークスっていうサイトじゃない、会社が作ってるっぽいんですけど、これ、うん、さっきのフリーナンスとか、はい、GMO って いくつかこう分かれてるじゃないですか。でそれのクリエイター支援でやってるっぽいんですけど、社長の顔がやばすぎるどういうことでなんでこんな写真に使っちゃったの、わざとだろうな。社長の写真怖すぎるね。見た。そうそう。なんかさ、もうちょっとなんかあんでしょう。クリエイターに優しくするんだから、もっと優しくすればいいのに。絶対あれでしょう。すいません、進捗どうですか。あー、じゃあ出来上がるまで、あの、御社まで行っていいですかつって。できたらそのまま。ちょっと進捗見ますんで、できるまでそこにいますねって言ってデザイナーとかの横に座る人だ今出してくれたの、まあちょうどいいとは思うんで、念のためカラーバリエーションと3パターンぐらいもうちょっと作ってみてもらっていいですかって言って、結果40パターンぐらい作らされるやつだめちゃめちゃ嫌な発注元じゃねえかよそれも。すげえ偏見だな。へえ、面白い。うん、すずりさんね。すずりさんのですね、ポイントは一つありまして、うん、例えばどんぐり FM のね、 T シャツとかのページ PC から行くと、これまあアプリとかもあるんですけど、ちっちゃくシャッフルマークがあるんですよ。シャッフルマーク、 T シャツのページ行って、はいはい、で値段とかカラーとか選択とか
発送にかかる日数とか書いてあるところのここの上にですね、ちょっとだけこう、あるある。これを押すとですね、鈴に置いてある T シャツ、うん、ランダムで出てきます。本当だ。T シャツだけじゃないけど。全然知らんものが出てくるね。へえ、面白いな、これ。これをですね、見てると、2日ぐらいは潰すことができます。確かに。まあ、大体よくわかんないなってなるんですけど、たまに当たりがある。そうだね。たまに結構いいのがあんな。この硯で物を売って生きてる人っているのかね。いやー、ちょっと、そこまではいかないんじゃないかな。めちゃめちゃ売れたら、これで生きていけるとかあんのかな。まあ、あるかも。これって、どんぐらいまで増やせるんだろう。手取り、マックス。500円とか1000円とかもっともっといけると思うんですけどね、うんうん、ただそうするとさ値段が跳ね上がっちゃうからさ。まあそうっすよね。うん。でそこまで行くんだったらもう自分で在庫持ってやった方がいいんだよね。うんうん。ただ在庫を置く場所とかさ注文入るために発送するのがすごい手間だから。うん。まあ楽っちゃ楽なんよね、硯使うと。ただ人気になればなるほど在庫変えた方がいいのかなっていう気もするけどね。うん、まあそうっすよね。うん。だからそこまで行かないけど、ちょっと僕らみたいなのが程よいですよね。手数料取られてもいいし。そうだね。僕らはこの T シャツで、まあ、儲けとか考えず、あと売れても200、300枚ってなると、鈴木さんぐらいがちょうどいいのかもしれないですね。うん。ただ T シャツを売って生きてくぞって人はね、また違う方法がいいかもしれないけど。そうですね。ぜひ、皆さん、もしよかったら買ってみてください。